佐治村は、鳥取県八津郡に、かつて存在した村。2004年11月1日に、岩見郡国府町、福部村、矢頭郡河原町、持ヶ瀬町、毛タ郡毛ケ町、六谷町、青野町と共に、鳥取市へ編入され、消滅した。平成の大合併前は、佐治村は、泊村、福部村、ヒエズ村と、並び鳥取県で4つだけの村で、いずれも、 村と読むのが特徴だった。また、全国で最も人口の少ない鳥取県の中にあって、最も人口の少ない自治体であった。旧村域は現在、鳥取県鳥取市佐治町と称する。佐治谷話と呼ばれる民話が伝えられており、全国愚か村サミットを開催したことがある。千代川支流の佐治川が投流する。佐治谷二次。北西に高八山。 西に三国山を控える山間地で、冬は豪雪地帯となる。強調な谷底平地と、わずかに広がった大地に集落が点在している。鳥取市、佐治村合併記念碑、佐治の地名は和明将に、佐沼郷富江、中世には、地頭の佐治氏が佐治谷の支配と開発を行った。江戸時代には、地図軍に所属、この頃より和紙の生産が、 坂になり、佐治の特産品となった。伝統工芸品として、飲酒和紙がある。佐治川沿いの傾斜地では20世紀梨が栽培されており、県内有数の梨の生産地でもある。サクラんぼユートピアとは、東京キッドブラザースの主催者、東豊が、故郷を持たない者たちのユートピアを作るために立ち上げた、プロジェクトである。 土地を購入するために3600人が1000円の会費を払い、1972年に約30名の都会の若者たちがユートピアを求めて佐治村に移住してきた。しかし、若者たちは夢と現実のギャップを思い知り、村民との交流もままならないまま都会に戻り、プロジェクトは頓挫した。プラザ・佐治、黎明の庭、ありがとうございます。